ますか？え、嬉しい、結果嬉しかった嘘はあるよ。へぇ、へぇ、あ、自分でついて、そう、あ、まあ、見えない敵と戦ってたんだよ。あのサイズという名の下着屋さんに行って、あ、なるほど。で、まあ、いわゆるおっぱいソムリエ の、 あの女性の店員さんがね、つけてくれる自分に合うブラジャーとかを探してくれるという店員さんいらっしゃるんですけども、その方にいつもお客様がつけられていらっしゃるサイズ X ですかって最初聞かれて、うん、初めて行ったお店なんですよ。そのソムリエがって有名なお店っていうので、私も聞いて、自分に合った自分の体型と形とか、まあ、骨もそうなんですけど、骨格に合ったものを出してくれるっていうお店だったんで、まあ、行って、あ、初めてです、いつもつけてるのは、ここの時にちょっとフリーズして考えて、うん、思って、うん、ワンサイズいつも自分多分リアルサイズこうだろうと分かっていたけど、うん、1個話は持ったんです、サイズを。そう、つきました、左は、はい、ちょっと虚勢を張ったわけです、はい、初めての店でちょっとソムリエとか行っちゃってたんで、はい、あっと思って、でもまあいっかと思って、うん、ちょっとつけてもらった時に、あれ、お客さん待ってなられたら、あ、痩せたかなとかって思ってたんです。そこまでいるのかな、神谷さんの前でこの話をするのも本当セクハラですよ、聞きづらいなんですけど、でも結果的にこれなんか一般的にもそうなんですけど、実際自分が思ってるサイズよりはガチでその道の肩とかに、サイズなり骨なりサイズとか肩紐とかの長さとかっていうのを調べると、実際みんな世の人が自分で思ってるサイズよりは2サイズでかいです、あの普通のスナッチの、物のサイズがじゃなくて、ブラジャーとか下着っていうそのサイズの選び方の企画みたいなルールがつけている私たちの感覚とはサイズが違うんだって。まあ、結果は大きさは変わらないのか分かんないんだけど、でもなんかこうサイズを買う時に、あ、ちょっとでかくなったんだって気分で帰れたので、なんか嘘ついたけど結果プラスさらに1とかでサイズを買ってる自分はちょっと気分よく買えたなっていう。すごーい、感心しきりです。いやー、だって 2サイズとか上がったすごいよね。でもそソムリエの人が言うだけであって、別に一番、まあ、誰自分でつけてて一番いいものつければいい話なんですけど、うん、そう、なんかそういうのがあるみたいですよ。そんなすいません、神谷さんの。いや、まあ非常によくわかる話です。ただまあその2ランクアップっつったって、はいはいはい、要はA が C になるわけじゃないってことですよ。要はその C の中でもいっぱいあったりとか、 B の中でもいっぱいあったりとか、そうそうそう、それは全然あの広志が考えてるのとは違うと思うよ。そうあれ向かいを喜びっていうてか、お前よりも俺の方が詳しいってことだ。お前が無視すぎるんだからな、これは言っとくけど。もともと私がこの話題を振ったのがいけないんですけど、いや、そんなことでも良かったって話だね。気持ち的にはなんかちょっとついちゃったけど、後ろめっちゃったけど、あ、結果はなんかまあ良かったわなと、そういう変な嘘がありました。いい話、いい話。まだ勘違いしてるぞあいつ。いや、だってハッピーになるっていう嘘はいいよね。ね、ハッピーになるのじゃあ、はい、そういうのですよ。削りました、身を削った、素晴らしい。